2021年の8月の4日でして、生まれた時の体重はわからないのですが、生まれて1週間後の体重測定で 140g だということが分かりました。男の子なのでどんどんやんちゃになっていくと思います。レッサーパンダは1頭で暮らす単独生活の生き物なので、赤ちゃんはお母さんとだけ一緒に出てきます。いつでもお母さんと一緒にいられるように2頭一緒に展示します。ただ赤ちゃんの方がどうしても足取りがおぼつかないので、しばらくの間はバックヤードと表を自由行き来にする日も用意しまして、なるべく赤ちゃんもお母さんもゆっくり休めるようにしてあげようと思っています。IUCN のレッドリストにも指定されている、とても絶滅が心配されている動物でして、今野生下の個体数2500頭から多くても1万頭ぐらいなんじゃないかと言われています。日本平動物園では日本動物園水族館協会からの依頼を受けて、全国のレッサーパンダの血統管理を行っています。今日本の動物園水族館には300頭近いレッサーパンダがいるんですけれども、そのすべての個体情報の管理と、その子たちの遺伝子を将来にわたって残していくためのペアリングなんかの調整を行っております。個体数が多いので煩雑な作業にはなりますし、どこの動物園さんもレッサーパンダの飼育はとても力を入れてくださっているので、そういった動物園さんの後押しができるように、いろいろと細やかな気配りは必要な仕事となります。レッサーパンダは足の裏すべて毛なので、肉球は退化してしまっていて、他の犬猫みたいなプニプニしたものは存在しないんですよ。レッサーパンダ可愛らしいので、ついついお顔に注目がいってしまいがちなんですけれども、動きを見ていただくと、もともと木の上で生活する生き物ですので、とても運動神経が良くて、かなり多彩な動きをしているのがわかると思うんです。そういった動物としての運動神経の良さ、かっこよさなんかも注目してみていただけると嬉しいです。レッサーパンダは寒さに強くて暑さに弱い生き物です。これからの時期はとても快適な時期になりますので、レッサーパンダたち活発な姿をお客様の前に披露してくれると思います。自宅療養の患者さんの、ね、健康観察のためにお電話を毎日しています。お電話では、今日の最高体温とかね、咳とか息苦しさ、コロナの、症状の呼吸器症状の変化がないかなとか、パルスオキシメーターの数値なども伺っています。ピーク時には、1000人以上ね、患者さんがいらっしゃったものだから、およそ50人ぐらいの看護職で、朝からもう心配なので早くということでお電話させてもらってました。10時半から始まって、通じないと何回も何回も繰り返しかけて、本当に夜になってやっとつながったっていうこともあったりして、ご連絡してもなかなかこう電話に出られない時に、体調が悪くて出られないのか、心配で、連絡がつかない方のところには訪問して、ご体調確認に行ったりこともありました。救急搬送した方もいらっしゃいましたし、ご連絡がしっかり取れるとありがたいなっていうところで、患者さんの側に立つとね、やっぱ本当辛くて心細くてね、そういう中で、自分たちに何がこう関われるかなって思ってやってますけどね。昨日より熱が下がったとか、あと食事がね取れるようになりましたっていうことで、毎日お話伺ってると、少し良くなったなって思うような会話ができた時はとても良かったなと思いますし、もう少しですねって声かけをしてね、一緒にやっていきましょうねっていう気持ちで職員みんな対応してきました。
現状の役割として、その、患者さんを適切な医療につなぐということが一つの大きな目的なのと、もう一つは感染拡大防止に努めるということが大きな目標の一つ、目的の一つなので、疫学調査でどこから感染を受けたのか、その、あと どこにこう感染を広げるようなことがあったかということを調べて、で感染拡大の防止に、はい、努めるということで、はい、そういった調査もとても重要な仕事の中の一つです。市民の皆さんが今まで行っていただいている、感染予防対策をですね、引き続いて、丁寧に行っていただきたいと思います。いわゆるこの人と人との距離、ソーシャルディスタンスを保つことなど、いわゆるこの3密を避けるということです。あと、マスクの着用ですね、これがとても大事になります。鼻から顎まで、しっかりとつけていただくようにお願いをします。加えて、こまめに手を洗うこと、そしてあとは誰か多くの人が触った場所にこう触れた場合ですね、その後はですね、こうアルコールで手や指を消毒するようにしていただきたいと思います。毎日ですね、やはり体温を測っていただいて健康チェックをしていただきたいと思います。普段会わない人に会ったり行かない場所に行くと感染のリスクが高くなる可能性があります。自分が行った場所あるいは会った人をですね、メモをしたりすることも良いと思います。新型コロナは無症状の方もいらっしゃいますので、なかなかその判断難しいと思いますけども、発熱あるいはだるさだったり、症状が出た場合には、少なくとも何かいつもと違うのがあればですね、とにかく職場や学校に行かずに、まずは医療機関に相談をしていただきたいと思います。ワクチンのですね、接種によってコロナに感染しない、あるいは予防、あるいは重症化を予防するという効果が期待されています。ただですね、ワクチンを接種した方もコロナに感染をしている事例が報告されています。ワクチンの効果はやはり 100% ではありませんので、引き続きですね、マスクの着用とか手洗いですねを続けていただきたいと思います。またですね、新型コロナウイルスには誰もが感染する可能性がありますので、やはり差別だったり誹謗中傷することはですね、絶対にやめていただきたいと思います。法律の改正により避難情報が全国一律で変わりました。高齢者や障害のある皆さんは警戒レベル3、高齢者等避難の時に避難を開始してください。警戒レベル3、高齢者等避難では高齢者以外の皆さんも必要に応じて避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難をするタイミングとなります。警戒レベル4、避難指示までに全員が避難を始めましょう。これまでの避難勧告は廃止され、警戒レベル4、避難指示が危険な場所から全員が避難をするタイミングとなります。警戒レベル5、緊急安全確保の発表を待ってはいけません。これはすでに安全な避難ができず命が危険な状態であり、全員が避難を始めるのは警戒レベル4、避難指示のタイミングです。日頃から自宅の災害リスクをハザードマップなどで確認し、普段からどのように行動するのかご家族で決めておきましょう。自分の命は自分で守る。災害時の行動を確認してください。